めっちゃ綺麗よ。はい、では今からお誕生。ちょっと待ってね。ピントが暗いのもあって合わないわ。はい、オッケー。はい、今からね、皆さん一緒に小谷城どこまで登れるかわかんないですけど、では皆さん行きましょう。はい、行きましょう。山登りだ。あるこ。新しく看板できとるやんこれ。あったっけこんな。なかったっけ。なかった。他以上は入山料をいただいておりません。多くの方に自由に来ていただいて戦国のロマンを十二分に楽しんでいただきたいからです。しかし皆様方が安心して快適に小谷城跡に来ていただくためには危険箇所の点検や環境整備の活動は欠かすことができません。現在地元の団体が中心になって活動を行っています。皆様の心あるご理解をいただきまして環境整備の協力金をお願いいたします。はっ。あの、熊よけに。ああ、確かに。持ってくるべきだったか。うん、鍵に鈴ついとるけど、あなたが持ってくるとやかましいって言うから置いてきたわ。本当暗いんだけど。どんぐりが落ちてきています。まあ、はい、10メーター、15メーター先かなに、着物を着た女の子が手招きをしています。おいじさんの娘さんだと思います。おいちさんは出ないって夜言ったじゃない。夜晩おいちさんは出ないって言ったじゃない。僕もそう思ったんですけど今すごいな、なんか懐かれてるやん。もう一回来ただけなのに。風も吹いてないのにいろんな現象が起きて始めてきてます。そうね、なんでそんなにスラスラ行けれるのやつだ。この道、ね、挑戦したんだけど写真に写らない、オーブが写らないんだよね。そこにおるんですけどね、15メーター一定の距離で15メーターですね。小さい女の子で年今何歩ぐらいの子です。10歳？このぐらいじゃねえのかな。このペラン俺もこの女の子の年って、でもしっかりした
立ち振り舞いをするからな。おー、うん、お市様の教育が行き届いてらっしゃる。これどっちだった？こっちだな。あ、こっちで読んどるわ。はい、こっち読んどるわ。まあ標準語は分からんけど疲れた。もうレイ、中国語だよレイ。疲れてないじゃん、プレイ。はあ。すげえな、あいつら歩いてねえもんな、畜生。ふわーっと浮いてるから。武空術。武空術使いやがって俺でな、畜生。そりゃ移動が早いぜ。俺たちは日本足だ。俺は心臓と腎臓が悪いんだぞ、バカ野郎。おかしいな、なんで毛布が釣らないのがこんな辺はっきり見えるかな。え、ああ、そういうことか。どういうことだ。なんでオーブで映らんのやっていうのは、はい、別に映りたくもないけど、その、なんちゅうの、悪い人じゃないからと。俺らが、うん、ああ、特に警戒したら、そのなんか彼的なそのアピールをする必要がないから。そう、はい、だから映らないよって。珍しいですな、やっぱりあなたの霊感に対してその悪い人じゃないってちゃんと分かってくれるのは。ここではだって悪い霊感出してないもん。失礼な。普段は出してるの。普段はだって出してるけど、今俺まだほぼさあ、険しくなってきました。険しくなってきました。今、パッっていう声が聞こえなかったかな。女の子の声が聞こえましたか、今。あった。すごいな、めっちゃどんぐり落ちとんか、これ。めっちゃどんぐりが落ちてるってこと、このカタカタは。いや、そうでもねえぞ。ラップ音混んでる。うん、混んでるよ。お庭ですね。お庭？自転車置き場じゃん。そうそうそう。お庭。あ、池があったとこか。馬が置いてあるとこ。映らないんだ、逆に。逆の、うん、すごいすごい神聖なる場所なんだね。へぇー、体にすごい神聖な能力があるの、すごいな。よほどここは幸せだったんだね。そうですな。少なくとも娘さんが一人でなんていうの、俺らお出迎えして、あなたお出迎えしてる時点で、そう、よっぽどなんか戦国時代の中では穏やかな場所だったんだろうと。僕はあそこでしょ、小谷城の跡地でしょ。もうちょっと奥だけど。
でこの人どれぐらいの記念写真撮る撮れるかな撮れてほしいな。動くねさっきの女の子相当撮られたくないみたいですね。うん、撮らないでっていうな。うん、撮らないでと言うけれど君らの時代にカメラないよって思うんだから。戦国時代にカメラはないよって思うんだけど、よう知っとるな。いや、そのぐらいわかるだろう。ちょっと来とるんやろ、誰か。あら、早いな、なんか。だから言ったよ、もうここじゃないって。さっき、立派な武士が立ってたからさ。立派な武士が立ってた、なんでするしさあ、だから言ったよ、映るかなって。なんだ、頭下げたんよ、俺。なんちっちゃい女の子のあれかと思った。違うよ、すごい立派な武士が立ったで。多分あれ、あの人じゃねえの。誰か。もうちょっとヒントちょうだい。旦那さん。そうそうそう、イケメンの。おお、うそ、うそ、あざ、あ、あざい長政する。すごい、あのなんか立派な服着てたぞ。ちなみに兜は着てませんからね。ああ、どんな格好でした。私服っていうか、そういうなんか、私服って言ってもあれだな。なんか、肩幅の広い。ああ、まあなんか、その殿様みたいな格好って言えばあれだけど。そう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 。なんて言うんだ、ああいう衣装。あの、これね、今コンタクトを取ってます。何かを取らせてくださいって言っても、オーブが1個取れたか。ダメだな。うん、取らせてくださいって言ったら、はい、今長女と、はい、ちゃちゃ、次女なんだろうかな、真ん中の娘かな、うん、のオーブが取れました、今。今度、動画で、あ、見てください。今、変な話、ここら辺で取らして、今、コンタクトで、何か一つでもいいから取らせてくださいって言って、はい、取れたら、この辺に映っとるわ。あ、映っとる、ほら。8254だな。ほら。あ、はいはい。ね、これ2つ来とるでしょ、大きいのとちっちゃいのと。ほう。で、これ、これが、だからこれが3兄弟だ。左側が？これが多分お姉ちゃんだと思う。長女。うん。で、これが今、この上のちっちゃいのが、うん、僕らをここまで、誘ってきてくれた人。でもまあまあ10歳ぐらいって言ったら次女かな。わからん、俺もようわかんねえんだよ、こういう女の子の時っていうことは。左側に映ってたのが一番小さい子。そう、三女の子ですね。でもこの光が嫌いなんだって。フラッシュ。うん、まあ眩しいしな。旦那さん。旦那さん、はい、が眩しいってやっぱし。はい、申し訳ございません。取らさせてください、お願いします。失礼します。すいません、ご迷惑をおかけしませんので。もう十分かけてるか。うん、ああ、この人真ん中で映ったな。多分これオーブだな。
三人が映っとる。またそれはファンサなのかカエルなのかどっちかで。違う、眩しいからやめてって言うんだけど。で、一つ思ったのが、はい、間違ってたらごめんなさい、はい、これが浅井さんの声かもかは分からないけど、意外とハスキーっぽい声、浅井長政っていうその旦那さんの声が、そうそうそう、もっと太い声かなと思ったの、体型から見ハスキーっぽい、うん、芸能人で言うと誰で申し訳ないけど、歌手でも何でもいい、あのなんか分からん、ハスキーに近い声、今でもなんか受け、よくおるやん受ける声、のぬれら何者じゃとか、ああいう声じゃない、あ物腰の優しいハッピーな声、あー誰って言うんやろうな、誰だろう、何普通に今の若者風なああいうなんかちょっと高めな声っていう感じです、アイドルとかのちょっと年いったハスキー、要は藤原竜也をもうちょっと太くしたような声、ああクソイケメンだな、元気に家出るぜって言っとるような、それでは違うかな、それやったらいかんか、怒られるか、でも藤原竜也をイメージしたらめっちゃいい声じゃん、俺もびっくりした、もっと太い声かなと思ったので、戦国一のイケメンと称されるなんていうの、うん、イケメン枠で その人が、うん、子供たちが、うん、歓迎するのはいいけど光には眩しいだし、ただ周りにおる部下は息を見つめたくそこにもないじゃん、俺は本当に今普通に喋ってるけど、俺囲まれてます、違う、めちゃくちゃ肩と腰が痛くなってきてるのに、登ってきたでかなと思ってる、何その部下の方々は俺たちに何睨みつけてるとかきつい視線送ってるってことっす、そうだね、おうまあおそういうのは多分あなたたちの方が何ていうの意識しますよね、はい、今すいませんね、はい、今感じたとこを映したんだけど、ここに浅井さんが映りました。で、隣にお市さんがのオーブが2つ並びました。これで満足なら帰っていってほしいっていうことですけど。そうですよね。だけど正体は見たいんだけど。はい。はい。すみません、上まで上がらさせていただきたいんですが。電気して、電気して、眩しいって。あ、こっちもですか。はい、申し訳ございません。あれだな、亡くなった方でここまで敬語を使うの初めてかもしれない。なんなら今もう正座したいもん。どうでしょうか。ラップ音みたいなのが出てきたんで。まあ、当時電球なんてないかがり火の時代でね、夜8時に来訪者はクソ鬱陶しいわな、そりゃ現代でも嫌われるのに、夜8時のお客さんなんて、うん、シャッター押しても何も反応しないよ、もう、うん、なんていうの、下行こう、うおう、許可出たんですの、ここ取った、何も言わないの、黙り込んでるます、あれだな、なんか視聴者も同じ気持ちなのかな、なんかこの今視聴者さん本当に今ある程度画像が見えてるはずだから送ってるから、なら、はい、浅井さんが来てお市様が来てもう映ったからお帰りくださいって言われて強行突破っていうのさ、視聴者なら分かってくれんかな、今のなんか無意のなんかすげえことしてるなっていうこの気持ち、許可取ったさせていただきます、失礼します、失礼します、こればっかはなんかマジのお辞儀だ、
待って、あの眩しいって言われたからライト控えめにしたいんだけど、そうなるとあなたの元に光が。違う、はい、足を持たれた来るなって言われてるじゃないですか。部下だな。うん、まあ不損なことをしてるからね、それは確かに。ああもう映らなくなったな。そっか、嫌われるか。すいません、失礼します。大事なお庭を荒らしております。ここはまあそこでしょ。はい、あのお城があったところですね。動物がちょっと、さっきからね、葉っぱだと思うんだけどね、頭の上で、ね、ポンポンすげえされるの。あ？頭の上にすげえなんかね、葉っぱが当たったような感じがね、何回も連続で来るのよ。帰れって言われるのかなって。だって、もういいでしょって。もういいでしょっていう。痛むな、なんか心が。今までの心霊スポットと違うぞ。これもう行くことねえじゃん。ん？地図的な話です。そっちじゃないですよ、あの続くルートは。あの今そこの階段上がってきたじゃないですか、を上がらずに左手に行くとさらに奥に行ける道がある。もう映んない感じです。もう出ないって言ってるから。ああ申し訳ございませんとしか言えないな、本当に。あなたたちのために私は出ましたけどありがとうございます、ありがとうございます。こんな件さ、会話するの結構偉いですからね。分かってもらえる？俺らどこから来た？今度どこ行くの俺ら？もう戻るしかないですね。ないやん、こっちだ。こっちか。平行感覚全くない。本当にね、暗くなるとマジで分からない。これも登るの子ないの？こっちはないっす、はい。一回降りてもらって。気をつけろよ、ここ。部下が足かかる。行くなっていう命令なんだろうな。行かせるなっていう。文字通り後ろ髪が引かれてんだけどな。やべえな。暗いぞ。ちょっと待ってね。どうしたの？パーツが落ちた。何の？ライトの。拾った？はい、拾った。なんか今日やべえな。そりゃそうだなとしか言われへん。今その浅井さんだったりお市様だ、浅井様だったりお市様だったりさ、どこにいるか分かります？方面的に。方面的にあっち。はい、大変申し訳ございませんでした。帰れって言ったのに家の中まで入ってったんですよ、俺ら。いや、招待っていうか、何か結果を取らさせてくださいって言った時の約束を破ったから、うん、ちょっとお怒りに戻ってる。申し訳ございませんでした。お前、お主ではない。俺のことか。お主ではない。お主ではないって言ったの。すいませんね。ごめんね。
それ、想定外の言葉です、それは、はい。お主ではないとも聞こえて、ごめんなさい、僕まあ、確かに僕と会話してたから僕だけど、ひどいな、それ。すげえな、一方通行とは、浅井さんに言葉通じたのもすげえな。黄色のオーブが出てき始めたぞ、色のついたのが。あ、今白、あの女の子がここ今どこ消えたか。今あの二つに分かれた、はい、あの、うん、真ん中の木、うん、オーブが一つだけど、あの道案内してくれた女の子、次女の子かな多分、うん、はい、バイバイ。これが分からんって。これ？これは、うん、ああないな、はいはい、確かに当時の挨拶、はいはい、さようなら、これはさようなら、帰る時の合図だよって感じかな、帰りますよっていう。帰らないよ、帰らないよ、帰れ説明しながら画像送りながら皆さん、ああやべえ、やっぱか、触れたか、すいません、本当申し訳ございません、はい、申し訳ございません。うわ、ほら、あら、これもしかしてマジなお怒りモード？これはお怒りモードですね。これは葉っぱが落ちるとか、そういう大きな、そんなでかいものではないですね。これは、浅井さんたち、部下の方たち。部下ですね。はい、部下の方々も、はい、もう、あの、親方様が怒ったということは、部下は、怒らないからね。という判断を、向こうもう一回やってらっしゃい。すいません、本当にどうもすいません、はい、すいませんでした。え、なん向こうはなんで今でかいね、でかかったね、パキンって。なんかそうですね、今変な話、僕が見えたのが、はい、まあ写真が気になった、もう見えたから一瞬で撮れたで、赤やらあの黄色やらカラフルなオーブさんたちが敵マシマシじゃないか、敵マシマシに僕らをでも浅井さんは動くなって言ってくれてるから、まだあれか、ありがたいな、はい、あの、うーわみんなに見せてあげよう、え分かった、あのご好意、痛み入ります、はい、あのどうしよう、すいません、あの囲まれちゃった皆さんすいませんちょっと、僕の責任で店主を怒らせてしてまいりました、すいません、前にも進めず後ろにも下がれません。今え、どういう状況それ、もう相当部下の方たちはお怒りというかでも娘さんたちは動いて大丈夫大丈夫って言ってくれてるからな、娘さんの恩情かな。とにかく結果が取りたいっていうだけで、で多分これ映ったんか、映らせてくれたんかもしれないけど、結構そんなめちゃくちゃ怖く怒ってるわけじゃないから、まあマジ切れというよりは注意ぐらいの、そういう叱り方かな。いや、その何ちゅうの、ん、正体、あの結果が取って、うん、結果っていうか、うん、で帰るで思ったらしくて、でまだ突っ込むで、ちょっとそれはおかしいっていう、うん、マナーを問われてる、お主ではないって言われてる、僕のことだね、そうですよね、一国の上主ですものね、マナーはわきまえてますよね、わきまえてないよ俺、違う違う違う、あなたじゃない、あなたじゃない、それこそお前じゃないだよ皆さんにも多分これでね、かなりかなり多分皆さん、僕今変な話、たったここだけで、はい、5種類の映像送ってます、もう。はい。頑張ってください。頑張ってください。もう、ここはちょっと、もう、この眩しいものを、はい。うん、照らさない、こちらに向けないでくれって言われたんだから、とりあえず僕らは、他を渡ります。そうですね。そっか、旦那さんもいてくれたか。いたな。
工具であってテンション取ってくるからもうわしらはもう わしらはもうオーブとしてしか正体を表せれないと。おお、うん、でどんどん人が入ってこられるのも困る。うんうんうん、もう静かにしといてくれっていうそれなのかな。荒らさないでほしい相手にはさ、ここが綺麗な庭に見えるの。ああ、はいはいはい、そっか、俺らがこういうなんか適当に歩いたところでその花壇を踏み荒らしてるようなこともワンチャンありえるわけだ。今、はい、私の大好きなキッチっておいちさんがここで映ってくれました。はい、ここにはなんか素敵な木があったらしいです。あるんだそうです。今じゃあのまさかと思うけど、そのぶった切られてる木ではないですよね多分そうじゃねえの。いや